普通に過ごしたいなら七瀬とは関わらないのが一番。ああ、それと最後に一つだけ。え？大したことじゃないんだけどね、ただ君ってなかなか面白そうだなと思って。どういう意味？君に興味が湧いたってことだよ。だからさ、改めて今年1年間よろしくね、桐谷かけるくん。